鎧のことは忘れな。あんたのためだ。海が光っており、リクはメシーだと聞いた。光をたどるほどならば見えたのか、または猿が助けたか。来たのか。この先は通れんな。火を灯せば何か手立てが見つかるやも。
何者かの文だ。海だ。財宝の山、幾とせかけて集めた。お前が来ることは夢で見ていた。姿を見せろ。お前も欲するか、この俺の鎧を。そして猿神様の真力を。黒手の陸、生きておったか。いいや、一度死に蘇ったのだ、この闇の中。嬉しいであろう。勝負にはならんぞ。ああ、そうであろうな。
さて、外へ出るか。その鎧、下にお似合いですな。在りしの陸を見ておるようだ。お前、伝承を聞かせるだけの男だと思っておったぞ。鎧をよこせ、楽に死なせてやる。長弁して、この後陸のむくろにかけてやるんだ。好きにしろ、だが鎧はやらん。侍ごときが。神力。たたりとなるか、頼りとなるか。って言うらしい。もうこのまじないを操るお役に立てるかもしれませんよ。そんなの蝶じゃない、妖怪だよ。噂によると怪しげなものを飲まされるそうだよ。勇士だけが生き残る。
そいつに近づくな。さあ、寄って見ていってください。お役に立てるかもしれませんよ。次はここかも。やってみればいいさ。私が黙っちゃいないよ。入ればな。人を守りたいなら、せめて鎧は整えなきゃね。目が利くね。よく合ってるじゃないか。猫に嫌われたんだ。せっかく魚をやったって。さあ、さあ、話したって。他の連中より小綺麗だね。試合場が待ってるぞ。力試しをしないか。刀比べは誰でも迎え入れる。かような時に力試しだと。かような時だからこそ楽しみがいるんだろう。それに木刀で戦うから怪我もしない。大義がなくては争わんぞ。大義ね。褒美なら出してやろう。勝てればの話だが。さあどうする。勝負はいつでも始められるぞ。稽古をするのも悪くはないかもな。星の太刀に敬意を表してお前をこう呼ぼう。一刀と。いいか、参加する奴らは皆それぞれ型が違う。強みも弱みもな。さあ早く選べ。皆待ちわびてるぞ。戦いの中にこそ安らぎがある。かようなところに僧がいるとは。これも修行の一つだ。自暴が海賊に襲われた折、私は鉢で奴らを殺めてしまった。不摂生の会を破ったか。ああ、しかし悟りに近づけた気がした。戦ってくれ。あの光をまた見たい。一刀と王安の勝負。光栄の極み。刀比べの始まりだ。まずはこいつ一刀。対するは高い層王安。殴っても蹴っても許される。先に5点取った方が勝利だ。始め。ダメ。層を下がれ。一刀に1点。分かれ。後ろへ一刀に一点。始め。
大雨を降らせて猛虎を流してくださいって祈ってんだ。俺らも流されるぞ。アホ、俺らには地の利がある。逃げられるさ。あそこは安全と聞いたが、何があった？ヤブから出てきたと思ったら、これ一人で番兵を3人に選ばれる。あっぱれだ。あんたに礼を言うことになるとはね。よく船を沈めた。それが礼か。得意になるな。ようやく船を沖に出せる。どうしても対馬に帰りたいってんなら止めはしない。あと数日で息の民は毒の餌食となるか猛虎に下る。もし息が落ちれば次は対馬だ。よくわかった、槍川の陣。それじゃあ共に大鷹狩りに励むとしよう。四国前、精鋭を引き連れて大鷹は境砦を立った。企みがあるようだ。行き先は不明だ。跡形を残さない。だが砦から消えたのだな。精鋭を連れたのならば守りが手薄の今のうちに奪い返せる。万兵が少なくてもたやすくは抜けない。あそこには捕虜がいるからね。ひどい拷問を受けて大鷹に下るまで嫌おうなしに毒を飲まされてるんだ。ああ、しかとこの目で見た。捕虜の中に私らの仲間もいる。あいつらを救えば砦を奪えるはずだ。それでようやく戦に臨むだけの兵が揃う。隠れ家の守りを固めておこう。砦を抜けば穏便には済まんぞ。受けて立つだけさ。Thank you.
Ben, to you, Orsa. Saint Wayne. Han! And you! Tube! No! Ube! Forso! Forso! くれたおかげだ。なかなかの腕だ。もう子供を追い払ってやるんだ、侍の時のようにな。あまり勇むな。
チンハルゴ。チェイヨハルさん、おとがんちたべ。ワッソンバイクルテ。不可の仲間、まずは猛攻始末せねば。よっしゃ。死なずに済むとは。不可の仲間か。猛虎に捕まるまではそうだった。お前はもしや侍か。案ずるな。仲間を救い砦を奪うよう不可から頼まれた。大鷹は去ったが、クンビシュという男を残した。あいつは捕虜を拷問してる。打ちのめして大鷹の毒を飲ませるつもりだ。ここで始末するほかないな。お主は不可のところへ手を貸す。戦いたい。武具を探しておけ。あれはいいか。ようやくどうか。変になってくる。死ぬのが衆生のためだ。父すら守れぬ男が父の砦を守れるわけがない。聞いてはならん。侍を生け捕りにするのだ。砦から猛虎を打ち払う。檻をこじ開けろ。檻を救え。今日で指揮が振るっておるのか。
父を死なせた。よっ、違う。賊を木に吊るして罰したの。それとどこに才があるという。やはり戻ったか、侍。霊薬を受け取ったのだろう。あれは勇士への鼻向け、樹脂となりうる者にのみ送られる。俺を樹脂にする、それが望みか。お前は生まれ変わりつつある。花向けを受け入れ樹脂となり、蒼天を舞う術を身につけるがよい。さなくば俺がこの手で潰してやる。花向けだと？呪いなど受け入れん。砦に吊るしてやろう。
花向けの無駄だ。なぞなるか。ありがたくは思わんのか。死をもって償うがいい。花向けを無駄にしよって。黙れ、息の無駄だ。恐ろしさを増し、いずれは死へと至らしめる。なぜ花向けを受け入れんのだ。クンビシュは多くの友を殺した。あいつが報いを受けてよかったよ。たとえあんたが侍だとしてもな。助力があったからだ。大鷹は全て見通していた。それゆえ守りが薄かった。ミスミス釣られ、ことづてを受け取ってしまったか。だがクンビシュは死んで、砦は取り返した。ありがとよ。おかげで戦える。無傷の者は負荷のところへ。残りはここにとどまれ。修繕すれば猛虎兵とて近寄れまい。そうしよう。だがその前にこいつを受け取ってくれ。侍の方がうまく使えそうだ。ああ、礼を言う。気をつけろ。負荷の隠れ家で会おう。
足りないものはないか？それだけで足りるか？いい買い物だ。気に入ったか？いい買い物だ。それだけで足りるか？よく戦って戻ってこい。その備えは戦のただ中、矢が尽きちゃ困るわ。いろいろと揃えてますよ。お役に立てるかもしれませんよ。そして息の黒物は犯人の身にも殺すとしたかと。昨日妹が寺へ逃げ込んだんだ。あんな話信じたの？やめてください。
せよ。もう許して。私が何をしたの。エンダーアタック。待たせてしまったな。死を覚悟していたよ。もう安全だ。どうぞ何かのお役に立ててください。おやお侍。なんだお前、亡霊でも見たのかよ。ゆうべ砦の檻に入れられて毒を飲まされるところだったが、侍に助けられた。侍が境砦で助けてくれた。こんな日が来るとはな。槍川の陣か。人暴れしてきたそうだね。手下が生きて戻って境取りでも手に入った。ようやく大鷹を相手に渡り合える。行き先はつかめたか。まだだ。でもいいことを知った。留守の間大鷹が樹脂に当てた文を手に入れた。ある侍を生け捕りにしたいようだ。名はあったか。いや、でも誰のことかは見透かせる。わからないのはなぜ大鷹はあんたを生かした。一度大鷹は俺を捕らえたが逃げられた。やり残したことがあるのだろうな。隠してることがあるようだね。不可、ジン。大鷹は見つからずじまいだったが、猛虎の石膏に出会わせたんだ。奴らこっちに向かってた。崖には猛虎が大勢いるぞ。隠れ家には見つからずに入ったが、遅からずここが見つかっちまう。うん、復讐であろう。我らは戦船を沈め訓備士を切り伏せたからな。船で逃げるしかない。二度と故郷を取り戻せなくなるぞ。死ねってことか。奴らを集落から離し陸で戦おう。多勢に無勢だ。侍との戦では地の利を生かしたはず。不意打ちはどうだ。俺たちがよく知ってる地で。木田触れの村。策は。天蔵、皆を集めな。すぐに立つ。幾人か先に行かせた。猛虎を木田触れに釣り出してくれる。不意打ちの備えも進んでる。村の者はどうする。もぬけの殻さ。人斬りが滅ぼしたからね。父は民をなで斬りにしておいたぞ。己はただ見ているだけであったな。やぐらだ。この地を見渡そう。猛虎はここに釣り出される。だけどどこから来るかは分からない。
見込みのあるちに人を置き、我らは馬上で控えよう。伸びを止める手立てだな。待ち受けて撃つ。あいつ蒙古に下るって言って探しに出ちまった。裏切った。人を置くにしても広すぎる。どこがいいんだろうね。父のように罪なき民を殺すつもりのようだ。林だ、あそこに巣人忍ばせよう。戦船から奪った呪し術が使えそうだな。猛虎を見た刹那に打ち上げさせる。いい合図になるね。あばら屋と蔵に人を隠せるか。村の者が隠れた場所、おののき叫びながら。猛虎は近寄らなかったな。騎兵で勢の脇をつき、腕ずくで寄らせる。あそこはどうする。この村の者は己の父を見た刹那に死ぬ定めを悟ったはずだ。村人が退却した地。おい、今何と言った。いや、兵が不利になればあそこに退却だ。ありもので補っておいた方がいいね。おのおのを配置へ。我らは後方だ。己の父はこの地で恐怖を撒き散らした。己が防げたはずの恐怖。配置へ急ぎな。猛虎を見たら合図を。ここの村人が退却した時見てたな。あの鬼のような仕打ちも。あれが鬼だと。丸腰の村人が残らず殺されたんだぞ。兵を隠しておったからだ。無実の連中もな。奴らに戦の作法などなかった。不意打ちや罠で大勢を殺し、寝首までかいたのだ。だからどうした。身を守ったまでだ。この村の出の友がいた。あの戦で首を切り落とされて、探し当てるのに7日と7番かかった。辛かったであろうな。どの口が友の首を探し回る辛さ分かるわけがない。酒井が何人殺したかは知ってんのか。あまただ。俺が止めるべきだったが。止めなかった。だから他の奴が止めた。俺の目の前で助けられたはず。なのに。なのに。来たぞ。馬に乗れ。来ました。やつら敵だ。天蔵、陣、続け。一息に行くぞ。不利になったらここに戻ってくるんだ。小勢が残って守る手はずだ。父を殺した者と共に戦う。父は悲しむぞ。このまま突き入る。一人も生かすな。Thank you.
猛虎の遠兵が来たぞ。相手をして動きを封じる。かかれ。終わったぞ。楽な相手だな。あジン、幸先は良い。合図、猛虎が来てるんだ。よし、馬に乗れ。ああ、昔を思い出すね。スカは楽しんでおる。かように侍を殺したのであろう。急げ。猛虎をもてなしてやるぞ。早くだろう。荷車に乗せときました。よくやった。見ろ、来たぞ。春を狙え。Ah! Ah! 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 Ah
今のところ滞りない。あの有様は忘れられぬ。人の生き地で土が赤に染まっておったの。さあ刮目してみよ、酒井忠の所業を、人斬りの戸郷を。黙れ。今度は西からだよ。いつまで続くんだ。行くぞ。大事ないか。ああ、急ぐぞ。Thank you.